自律神経専門家ちかこの部屋へようこそ。今日は鼻血のお話をします。鼻血がしょっちゅう出て困ってるんだっていうあなたはぜひ最後までご覧ください。まず鼻血なんですけれども、まあ、鼻から出るのでここの鼻の粘膜すごくこう毛細血管が集まってるところがあって、そこが、まあ、傷つきやすい場所だっていうのもあります。だからそこ毛細血管がすごく集まっているその場所が傷つくとそこから出血する、それが鼻血ですっていう風になるので、まあ、本当に鼻血がこうひどい方は耳鼻科に行くとそこの血管が傷ついてもうすぐ破れやすくなってる場所って先生見たら分かるので、そこを焼いてもらう、そこからもう出血しないようにするっていう処置もできますので、本当にもう困って困ってしょうがないっていう方はそういう耳鼻科に行って処置してもらうっていう手段もあります。ただ私はそれはしなかったです。経験上その一回鼻血が出ると、そう出やすくなる場所ってできちゃうんですけど、そこを大事に大事にして傷がしっかり治って、ちょっと鼻かんだだけとかちょっとなんか刺激が加わっただけで鼻血で出ない、そこが切れないっていうようになっても別なところからまた鼻血が出だすんですよ。だからいたちごっこになるなと思って、私はその時は耳鼻科には行かなかったです。ただ本当にお困りの方はそういう耳鼻科に行って焼いてもらうっていう手段もあります。で、鼻血の説明なんですけど、これ血管です。血管、鼻の毛細血管で、もちろん血管なので血液が流れています。で、この血液が血管から飛び出してしまうっていうのが、まあ、出血、鼻血なんですけど、この血液をこの血管の中にきちんと留めて外に出ないようにしてきちんと流すっていう働きをしているのが、まあ、漢方的に言うといきなり専門用語ですけど肝心皮肌の皮っていうところで、要はこれ胃腸なんですよ。胃腸を司るところが、この血液が無駄に血管の外に出ないようにっていうのも制御してるんですね。で、私も胃腸がもともとすごく弱くって、胃腸が弱い、この皮の部分が弱いっていう時点で出血はちょっとしやすいよねっていう素因があるっていうことです。で、夏になって暑いとか、お風呂とかシャワーとか入って暑くてのぼせるとか、そういうここにさらに熱が加わると余計、熱がここに加わると血液が元気よく流れるようになるので、それでさらに出血しやすくなる、こっから中から外に出やすくなる、出血しやすくなっちゃうっていう、もともと素因があってさらにそれに加えてこういう外からの影響だったり、まあ中からの影響だったらちょっと運動とかをして、で自分の体の中で熱が出てしまう、熱を産生してしまうっていうのも、まあ熱にはなるんですけど、そういうものが加わることによって出血してしまうっていう風になるんですけど、この熱が外から、まあ、あるいは中からこう熱が加わった時に出血しやすくなるっていうことは、この体の中のここが弱いっていうプラス、体の中にもともとある陰と陽っていう、体の中にもともとある陰と陽、この陰が水のこと、陽は要するにこう火のこと、水の部分と火の部分って体の中にあって、それが外からでもいいんですけど、火が熱イコール、まあこれ要は火ですね、この火の部分が多くなっちゃうと、ここがもともと少ない、体の中に少ないがゆえに火を制御できなくって出血するっていうのもあります。車で言ったら
クーラントあと冷却水車の冷却水が少なくってオーバーヒートしちゃうっていう状態になります。まず胃腸を立て直すこととこの体の陰の部分陰陽の陰の部分を補ってあげるっていうのが大事です。で胃腸はそれこそ食べ過ぎないあと下痢とか便秘とかがあるんだったら解消するっていうのが基本なんですけどそれプラス水の部分この水の部分を補うっていうのはガバガバ水を飲めば潤い分が補われるかというとそうではありません。水を飲めばいいっていうものではないところが難しいところなんですけどこの血液も、まあ、血液自体も潤い成分の一つなのでまあ、ほとんどが水ですけど半分以上が水ですけどあとその次に多いのはタンパク質なのでこの体の潤い分を補おうと思ったらタンパク質もしっかり取らなきゃいけないしタンパク質を取った時にちゃんと消化吸収できるように胃腸も立て直さないといけないということになりますのでもうこれ両方とも必須ですね。でタンパク質だけじゃなくってあのサプリメントでこの陰の部分を補うものあるんですけどこの生健祈願っていうのがありましてで私の漢方の師匠が作ったサプリメントなんですけどこれを飲んだことによって本当にこの鼻血これ飲み始めてから鼻血はもうほとんど出さなくなりました。で今年夏札幌すごく暑いんですけど今年鼻血1回も出してないですね。去年は何回か鼻血出たことあったはずですけど今年は全然鼻血まだ出してないです。まだ暑い時期途中なので最後まで夏のシーズン終わってないですけど今年は鼻血出てないです。今は胃腸も快調ですしでこの、まあ、自分でもお食事でも気をつけているタンパク質をしっかりとるっていうのは気をつけてますしでこれも組み合わせて今鼻血はほとんど出ない状態になっています。なので鼻血でお困りの方も自分の体のコンディションを整えることによって鼻血を出ないような体にしていくっていうのは可能なのでちょっとなんか漢方の用語とかも入ってきてちょっと話がごちゃごちゃになったんですけど実際どうしたらいいんだっていうのを教えてほしいとかなんかこれが分からなかったとかいろいろありましたらコメント欄にコメントいただいてもいいですしお問い合わせいただければお答えいたしますのでよろしくお願いします。今日の動画いいなと思ったらいいねボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。